ゴシゴシそばを打つのまき。おはようございます。バクコメの周作でございます。今日はですね、大晦日でございます。私が今来ているのはドン坪沼にある古民家レストランっていうんですかね、そちらにお邪魔しまして、吉本チームで集まって蕎麦打ち体験をしようという、仕事なのか遊びなのか分かんないんですが、そんなことをやることになりました。なぜ坪沼かというと、坪沼にはよいしょ、はい、お野菜太郎さんがいるんです。どうもこれ今生配信違う YouTube でございます。YouTube です噂のね。そうですそうです。そして遠藤マネージャーが撮影をして、そば動画を見ながら作るっていう、もう俺特技が増えたら、名前がどんどん長くなるシステムだ。お野菜そば太郎すごいな。一発目はじゃあお野菜さんがよろしくお願いします。で第2ラウンド目は坪倉さんが、ありがとうございます。やりますよ。今そば職人になりたいんで。なりましょう、なりましょう。店開きましょう。ちょっとやっぱシミュレーション大事ですもんね、これ。あ、すごい、動画と一緒。こせてるこせてる。ただ、これ小さすぎて、外どんどん出てるんだけど、左側がこぼれてるね。そんなもんじゃない？動画で見る限り。はい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 。ね、これね。で、そう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 。触り心地そう。なんか、触ったことない。気持ちいい。気持ちいい。すごい気持ちいい。これあったかかったら、なんか寝たい。あ、でも、ふかふかしてる。なんか、飴玉入ってるでしょ、こんな感じ。多分全部がこう混ざったら、そうそうそう。水回しの目安は10分から15分。いや、長いわ。10分から15分です。1水入れて、10混ぜて。1重を3セット1重を3セットサウナみたいだな。でも一回止めようかな。でもなんかもうできそうですけど、ここまではね、こねちゃう。もうこねてみる。まとまらねえよこれ。1回でまとまんないのが不思議だわ。フルーちゃんなんか1回でまとまんないな。またこのぐらい入れますね。半分ぐらいだね。半分ぐらい。ああでも変わる変わる変わる、重さが違う。重さが全然違う。これもまた10分。これも10分じゃ多いんだよ。だんだん、そうだね、猫のトイレみたいになってくる。いや言い方ね。3セット目。おサウナじゃないから。ああもう全然違う、うわ、あちょっと固まってきたね。きくねりします？ちょきくねり言いたいんだよな、もう。まだきくねりじゃないのよ。ちょっとやっぱ粉っぽいもんね、これ。うまいの？粉か。いや、上の顔怖いんだよな。いや、だから上の顔はじゃあ映さなくていいよ。これでいいでしょ。くっついた。あ、くっついちゃう、もう。あ、くっつかねえか。まだきくねり早いじゃないの？いけそう？まだ早いですか？早い、やばい、もうやっちゃったよ。中途半端にくっついてんぞ。きくねりやっちゃったよ、もうやっちゃいますよ、きくねり。あ、いいの、おお、いいね。おお、どう、質感は？いや、そば。そばになってる？もう水分足りてない感じはある。いや、めちゃくちゃいい感じする。あれ昨日そば作ってた、もしかして。自主ね。いや、してないね。予習してないよね。菊にするってことね。折ってみたいなやつか。菊のように。ね、ああ、なるほど。で、最後、スライムみたいにして、なぜか潰す。そうそう。菊、せっかくスライムみたいにしたのに。菊じゃない。菊じゃないよ、これ。これ菊じゃない。言わない。菊でしょ、これ。おぉ、いいじゃない。ちょっと待ってください。グーみたいになってる。シャーってなってる。これ菊でしょ。漫画でこう顔殴られたやつになってる。これ。あ、ほんとだ。聞く顔してる。そう、スライムみたいな形。あ、めっちゃいいじゃん。これで一回、蕎麦の実をね、一回思い出す。思い出すの、そういう。この形で。ね、そうそうそう。そういうことか。で、潰すと。うん。ああ。で、でなんかゴロゴロしてたさっき。ああできたできた。あ、そう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 、これでしょ。そうそう、
あれ昨日やってた。やってないんだって。だからはい。うわすげえ。おお。すげえ。素晴らしい。これはいったんじゃないですか。めっちゃいいね。いい記録。めっちゃいい形出た。大晦日にそば打ちしてる芸人もいないですけど、打ってる社員もっといないでもいい感じですね、うん、ちゃんとまんべんなくなってる。え、お野菜さん上手だな。うまいな。え、それいや、うまいな。1ヶ月くらい。じゃやめてやめてよ。昨日だけじゃなくね。何回かもうやってる。あ、ちょうど今俺ん家のバスマットみたいなぐらいの。いやだから軽装度の猫のトイレとかバスマットとかそう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 、いいですいいですいいですね。なるほど。わあうまいな。どうかな。いいんじゃない。あーでもやっぱ伸びたね。これ板と板の間は打ち粉打たなくて大丈夫。いらねえだ。え、何、板と板くっついた方がいいよ。いね、そう、板と板はずれちゃいけないんだから。おお、でも太さめっちゃ均一ですよ。めっちゃ均一。あれなんか板ずれるね。いやだから打ち粉だよ。板と板の打ち粉だよ。ちょっと持ち上げてみたら、あのふふって例えば1人前ぐらいでクッと引く。ああ、そばをした。ああ、繋がってない。大丈夫。あ、大丈夫だ。めっちゃいいじゃん。え、そんなのにしたらダメでしょ。もう盛り付けたもん。わかんないから。わかんないから。そんな風にしたらダメでしょう。ねえ。まあ、持ち上げろよって言ったらこうするわな。うん。でも綺麗に切れてたね。メジャーリングカメラになってるの。あるけど。こんなんあったよね。あるよ。メジャーリーグガムじゃないんだよ、ね。ファミレスの入り口で売ってるやつだ。キクネリどうですか。いや、よくわかってないんだけどね。さあ、練り、練りどうなってる。でも、まあ、とりあえず固まったは固まったから。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じだよね。いや、めっちゃ綺麗だな。綺麗。いや、めちゃくちゃ嬉しい。いや、そば屋やった方がいいよ。は、始めますよ。なんで芸人やってんすか。いや、芸人やってるはいいでしょ。なんか、そば屋やってない疑問はいいけど、芸人やってるの疑問はやめてよ。ここに打ち越して。あ、もう前の打ち越し。打ち越がもう、あ、もう。打ち越分かったやり方。ちょっと打ち子だけで見て、ほら、ほら、打ち子のプロだよ。ちょっと、え、おかわりいる？打ち子のおかわり、おかわりいる？打ち子。ああ、うまいな。あ、これ太いですか？もっと細くですか？っていうことは厚みがあるってこと。そういうことか。もっと。なるほど、もうちょっと伸ばせたってことか。こんなもんかな。いいんじゃないですか？おお、あ、綺麗。いい。いい。いいんじゃないですか？やった。綺麗、綺麗。それで写真撮りました。意外とできるな。スライム作りました。スライムちょっと作れたかどうかちょっとわかんないんだけど。すごいすごい。すごい。うん。待って、上も反応すんなのこれ顔。上の顔反応したんだこれ。2人で写ってる。いいね。あ、やばいですんですか？ Facebook とか投稿して。いや、こういうの誰だよ、あいつ。こう伸ばす。そうですね。それで伸びてますね。こんなもんかな？こんなもん。もうちょっとやってくる。あー、どうだ、どうだろう、どうですか。いや、でもいいんじゃないですか。いいか。あ、でも包丁どっちで持ってたかな。あ、でもいける幅ですね、これいける幅、いける幅。え、これ、え、これ乗っける。もうちょい こっち来ます。はい、そば。そばからさ、打ち込むあれ的にもっとこっちにそば。いや、ちょっとそばもう動かしづらいわ。うわ、むず太いな。切ったら、包丁を斜めにしてそれとずらすらしいんですよ、ちょいと。どういうこと。こいつをこう、こう、こう、グッとこう、こう、なるほど。したらグッてこうやって、なるほど。そう、押して、はい、グッと下に押したら、押して、そのまま、ちょいずら、そうです。なるほど、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 なるほど。太さがまちまちだわ。あ、ここ、ここいいですね。すごいね。この、でも、でも分かってきた。包丁みたいなの出てますね。どこまでで終わりかが分かんないから。そうそう、確かに。ちょっと、ちょっとムカついてきますね。確かに。まだあった。確かに。まだあるっていうので。まだあんのかよ、おい。ムカつくんだよな、これ。まだあんの？まだ結構あるじゃん。結構あるな、おい。いや、目つぶって階段登ってんじゃないよ。もう、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 
しかもだってもう向こう板がないのにやってからだいぶスタートの板がそうそうもうそうなんだよ土台がねえんだよなんでこんなだってまだもっとこっちからでこっちから始めたからですよ。あ、けど細いのは細いですね。ただ太いのは太いんですよ、やっぱもう、ラザニアみたいになるの。半沢オムレツ作るんですか。いや、オムレツは全然余裕で。あ、余裕。卵とバターね。バター。マヨネーズ、ケチャップ。あるの。バターない。買いに行きます。買いに行きます。あとテフロン加工のフライパン。どういうお皿？平皿みたいな。ちょっと中皿ぐらいの。中皿ね。でもフライパン良さそうなフライパン。良さそう。なんかいい赤レンガの人みたい。そこで味付けはしないんだ。あね、塩があったらいいけどね、まあ、なくてもいいかな。めっちゃくっついたりして。いや、くっつかないな。今何？今何？これとろけるチーズをちょっと言ったんですけどね。ちょっとダマになる可能性もちょっとあるんですけど。あ、これちょっとくっつくかもな。ちょっとくっつくかもしれないな、これ。テフロンじゃないな。それやっぱりね、油が足りないってことですか。いや、油が足りないってことじゃないですよ、これ。フライパンの性質、フライパンの性質上の問題ですね。もうこのぐらいちょっといっちゃったわ。なんだこれ、何これ、なんだこれ。最後プロだけど。あ、良さげな気もするな、こっちの方が。白でも大丈夫ですか。意外と早い段階で入れんだな。チーズ忘れてた。忘れちゃった、チーズ。チーズが、ああもう。いやーけどやっぱ難しいな。あ、全然ダメ。全然ダメ。さっきよりダメじゃねえ。あ、これ最悪になりそうだ。ああもう最悪だこれ。最悪な出来。これはもう最悪。まだあのちっちゃい方が良かったなこれ。これ何作ったんだっけ？オムレツだ。一応料理はね、やっぱしてますから。自分でもね。ちょっとくっついちゃったな。悔しいですね。悔しい。あのフライパンでやりたいな。お、お野菜さんあれですね。バターが溶け切る前に。なるほど。はい、投入しましたね。強火にした。え、なるほど。ちょっと待つんだ。黒っぽいけどな。ああ、なるほど。あんま触らないタイプだ。いや、これ絶対ね、前に聞いてみていいな。あれ、あれ綺麗なんじゃない？ちょっとこれいったんじゃない？お皿であと用意しました。あれ意外にいいんじゃない？あれやってた？めっちゃうまいじゃん。うわ、いいね。うわ、うまい。めっちゃうまいじゃん。うわ、なんだよこれ。めっちゃうまいじゃん。そう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 。なんだこれね。すぐラーニングしたね。そうだ、言い出しっぺの。俺は厳しいからね。いつも自分の味を食べてるから。これもう、うわ、もううまそうだな。いただきます。ちょっと一歩上行っちゃうからな、お野菜さん。こっちができたから、こっちがもう覚えてるもん。そうそう、よりやめてよ。あれ修行してた。うまい。今日初めて作りました。うまい、完璧だわ。うまいね。やった、うまいね。完璧。これは嬉しい。うわふわふわ、間違いない間違いない、合ってる合ってる合ってる。うまっ、うまい。もう言葉出なかった。じゃあ先に坪倉さんの方から。不定な、ほぼうどん。いきます。これかな。
ょっとプロっぽく味見してんの欲しいな。あと一歩スッってやつ。まだ早い。まだ早い。ちょっと一回トイレ行っていいですか。どうぞ、止めちゃってもいいですよ。茹で上がりました。さてどうですか。ちゃんと一人前ずつね。なんかね。あ、マジで山形の板そばみたいな。いいじゃないですか、これ、この感じ、この。雰囲気はめっちゃいい。はい。うわ、最高じゃん。こっちが。色が違うな。こっちが坪倉さんので、こっちがお野菜の。あ、色が違うね、やっぱり。乾いたからじゃないですか。もうあんのかな、うん。さあ、食べましょう、とりあえず、はい、早速。いただきます。これはここかしら。そっからそのちょっと太めないとなかなか太いんじゃない。太いね。そういうのは見てます。うまいわ。うまい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 。このつゆもうまい。うん、うまい。つゆもうまい。太いのうまいよ。え、牛つゆうまい。うまい。あ、太いのもうまい。お店の味よ、全然。絶対うまいわ。全然お店の味。普通にうまいわ。うまっ。うまいんすね。うまい。なんだよ、うまい。めっちゃうまい。普通にうまい。うまい。うまい。うまいよな。太いのもうまい。うまい、すごい。うまい。ありますよ。ありますよ。ありますよ。うまいわ。やば。あ、あの、こんなうまいと思わなかった。ホテルのビュッフェのそばってあるじゃないですか。うん、それより全然うまい。全然うまい。うん、普通にうまい。これうまいっす。太いのうまいっす。マジでうまいな。そう。うまい。お金払っていろんなそば食べたけど、やっぱ全然。これにお金払えって言われたら払うよ。いやね、うん、これはまあ、いや、うん、これマジでうまい。うまいわ。ちょっと来年は天ぷらっすね。マジうまい。来年は午前中からだ。天ぷらもあった方がいい、うんうん、めっちゃいい年越しできてる。うまいわ。こんなうまくできるんだ。いや、めちゃくちゃうまいっす。いや、俺この太いの好き。うまいっすね。うまいね。結果うまいな。